きげんよう。ごきげんよう。ソシオニクス。このチャンネルでは、ソシオニクスは、いざよいブログ。はい。めまいさんが書かれた。はい。いざよいブログを、元に、紹介させていただいております、うん。はい。ありがとうございます。許可を得ております。許可を得ております。はい。はい。でも面白いですよね。うん、この、なんか、今ずっとやってるのが、はい。8つの心理機能。うん。要は、自分の中で、どんな働き、をして、タイプが出ているか。はい。っていうのが、私が自分のやつを見たときには、恥ずかしくなるぐらい、ああ、そうだねって思って、はい、いましたね。うんうん、なので、まあ、そのタイプを、はい。生かすのが、正解なんですかね。タイプのやりやすいのを、やっていくのか、でもまあ。なんか、いろいろ、まあ、タイプの説明を見ると、こういうことに気をつけた方がいいとか、こういうふうにした方がいいみたいなことが書いてあるじゃないですか。ありますね、はい。うん、っていうのは、まあ、そういうふうにした方がいいって話じゃないですか。ただ、自分のやりたい、と思ったことが、エニアグラムとかだと、タイプ4が芸術家って言われていて、実際その中には多いんでしょうけど。その、そっちに向かう人が多いから。タイプ8の中にも芸術家はいるんですよね。うん。いそう。か、うん。多分そういうところに価値があるって思ってる人が多いわけじゃないですか、うん、タイプ4の人。なるほど。ですると自然とそっちに目が向きやすいから多くなるみたいな部分じゃないかなとは思うんですよね。ああ、そういうことですね、うん、そっちを志向する人が多い、そっちに価値を置く人が多いので、はい、自動的に芸術家に4が多いみたいな感じになるだけで、はい、4の人にが芸術に向いてるのではない気がするんですよね。なるほど、うん、あというのは、うん、あの、まあ、今日紹介させていただくのが、はい、EII。MBTI のタイプで言うと、うん、INFP とおおよそ対応するタイプであり、はい、まあ、諸説あるらしいです、はいはい。この中ではそう言われている。うん、で、この EII は、うん、温かい心、すごい包容力、うん、丁寧な仕事という特徴があるタイプです。うん、共感能力がとても高く、うん、困っている人が気前よく助けます。いれば気前よく助けると。うん、EIA の特徴は大きく2つあって、うん、人間的価値への興味と、うん、発達した共感能力ですと。うん、EIA は他の人たちと安定していて、うん、好意的で親しい関係を維持しようとします。うん、人の話を聞き、気持ちの面のストレスを和らげ、うん、客観的なまま、口論を調停します、うん、自分の支えを頼みにする人がいれば助けてあげますが、助けてあげます、うん、自分を不愉快にさせる人たちや他人の不幸を願う人たちに注目して、うん、悪い記憶を貯めたくありません、うん、僕が汚しちゃダメですね、うん、あのボーイのモラルっていう、はい、人の不幸が大好きさで歌う、うん、始まる、うん、歌を危機として歌う、うんまた慎重で几帳面であり、うん、細部に至るまで手を抜きませんと。他の人の手抜きやズルも決してスルーすることはなく、うん、はっきり伝えようとするでしょうと。仕事をするときは作業は遅いかもしれないが、うん、慎重で几帳面、うん、勤勉さ、忍耐強さ、自制心を見せつける、うん、他人が期待すること以上のことを自分に課すことができます、うん、そんな誠実な EII ですが、ちょっと臆病なところがありますと、うん、些細なことを気にしやすいため自信を失ってしまうことも多く、さらには人に同じような確認も何度も繰り返して迷惑がられることがあるかもしれませんと、うん、なるほど、はい、もう読みながらずっと、うん、君のニーズは何だい、君のニーズは何だいってずっと思ってましたね、うん、人じゃなくて君がやりたいことは何だいって、うん、って思いながら見てました。はい。はい。言ってくれよと。うん。僕のニーズばっかり気にしなくていいんだと。うん。僕は君の喜ぶ顔が見たいんだ。私はあなたの喜ぶ顔が見たい。そうじゃないんだ。同じこと言ってるじゃないですか。そうじゃない。じゃあ、僕は自分のニーズはやる。うん。やりたいことやってるつもり。うん。で、言うこと聞いてくれてるのもわかる。うん。けど、君の本音を聞かせてくれと。うん。聞こうじゃないか。あ、まあでもなんか、
今の話聞いてて、はい、お互いに同じことやってんだなって思いますけどね。君のニーズを言ってくれって人は同じこと言ってる。本当だ本当だ本当だね、うん、同じこと言ってましたね。言い方が違っただけですね。言い方が違うだけで。じゃあでも、うん、僕はなんかやり、ああ、そうですね、うん、なんかやりたいことをやってるつもりでいるが、うん、そうですね、貼っていきましょうか。はい、はい、で EII、はい、今出しましたるはモデル A という、はい、まあ、ソシオニクスでいうところの、うん、まあ、この8段階8段階、はい、8つの機能ですと、うん、心がどういう仕組みでできているかっていうところですね、うん、でファーストっていうのは、手動する機能ですと、はい。この手動する機能というのは、うん、リーディングファンクション、うん。あなたの中のリーダーですと、うん。葛藤がある場合に最終決定を下すのがこのリーダー。うん、かけては困るので、危険が起きた時には最優先で守られますと、うん。で、この今日紹介させていただく EII の、うん、主機能ですね。はい、ファーストは、うん、FI。内向感情ですと、うん、第一に、うん、自分の中にある変わらぬ倫理観と、うん、自分も含めた人と人との間の安定した関係性によって現実を捉えますと、うん、このような関係性は、うん、自分の倫理観によって格付けがなされます、うん、他人の倫理観やモラルの質とその一貫性を評価することに非常に自信があります、うん、このためにそういった評価をあまりしない人々には一方的に批判してくる、うん、独善的な人と映ります、うん、人間関係の格付けが難しい時には、うん、結論を出そうとして行動を起こすでしょうが、なかなか結論が出ない場合はその関係には大した価値がないとみなすでしょう、うんうん、自分の倫理観、うん、そして人との関係において自分自身が持っている変わらない感覚が自己価値の強い要因になっていきます、うん、主導する FI は相手が敵か味方か、うん、それが善意か悪意か、うん、自分が自分相手が自分を好いているか嫌っているかを即座に見極める能力を秘めています、うん、なるほど、まあ、これがメインってことですよね。この人のそうですね、うん、EII の人を動かしている、うん、で最終的に決めるのもこの内向感情、はい、なんで人を見る目があるっていうことなんですかね、うん、そう、なんか敏感に察知する、うんうんうん、そういう悪意とか善意とか、うんうん、で違う人には一方的に批判してくるっていう、うん、それは間違ってるって言うんじゃないですか、っていう方々が、はい、このチャンネルに来てくださってるっていうことは、うん、私はそうは見られてないっていうちょっと安心を覚えてもいいんですかね、うん、いいんじゃないですか。あ、だからいなくなった人はそうかもしれないあ、こいつは敵だと、まあ、こいつはなのかこいつはなのかわかんないですけどそうですね、はい、ヤンバルさんは MBTI だと INFJ、うん、ソシアだと EII が出やすい、うん、あ、この JP スイッチってやつですね、はいはい、うん、わざわざ本音を言わないといけないのかとなるかもしれないと、うん、違う違うんだって僕は本音を言ってるんですよ、うん、出してるんです。悪いことを言うときも出してるんですね、うん、僕は本音なんですよ、うん、で僕は悪いことを言う、うん、本音を出した、うん、君にも悪いところはあるよね、そこを共有しようよって思うんですね、うん、って言ったときにわざわざ本音を言わないといけないのかって言われると、うん、まあそうなんですけど本音と悪いところは違うじゃないですか。本音は死ねかもしれないじゃないですか言ったら君泣くよってそうそう、うん、かもしれないじゃないですかああ、うん、なるほどね、うん、と自分が悪いっていうのと本音はまた別の、ああ、うん、そっか。じゃあ僕はなんかその、うん、何かぶつける時って、はいはい、僕はぶつけるんですよ、うんうんうん、あ、うん、違うな、ぶつける用のやつをぶつけてるんですよぶつける用のやつをぶつける用、うん、配信用のやつをぶつけるんですよ、うん、その辺を見透かされてるんですかね。あ、まあそうかもしれないですけどね。なるほど、はい、納得した、はいはい、もっと奥があるんですよまあ、うん、はいはい、なるほどね、はい、その辺ですね、うん、で2番目にあるのは想像する機能、うん、想像する機能というのはクリエイティブファンクションだと、
主導する機能を補佐する副リーダーであり、うん、状況を判断してそれをリーダーに伝えるのが仕事です、うん、主導する機能に比べると自信がなくて控えめ、うん、仕事を任されすぎるとストレスを感じる、うん、新しいことには強くて創造性に富むが一貫性には欠けているようですという、うん、でこのクリエイティブファンクション、うん、EII の人は外交直感ですと N ですからね、はい、自分の洞察を特定の状況に当てはめ、うん、より大きなこの像へと関連づけることを好みますと、うん、あ、N っぽいですね、うん、また理想的な環境のことや何であるかよりも何であり得るかについての議論をするのも楽しいと思います、うん、それゆえたとえ不条理であろうと周囲の人々に対していつも高い基準を要求します、うん、自分の利益のためにアイデアや新しい機会を追求することは滅多になく、うん、重要だと感じた特定の疑問や問題に生かすために新しいことを追い求めます、うん、なるほど、うん、何であるかよりも何であり得るか、あ、可能性ですね、可能性 NE なのに可能性ですね、はい、この現在のものよりも、うん、これが持つ可能性ですね、うん、可能性何であり得るか、現在そのものじゃなく、うんうん、これってもっとこういう使い方ができるんじゃないか、うんうん、なるほど、はい、でたとえ不条理であろうとも人々に対していつも高い基準を要求します、うんうん、まあ、されてもねでもこの2番目なので、はい、機能の人よりは低い、あ、そうですね、はい、